日本の電気自動車向け急速充電器の企画チャデモの普及を目指すチャデモ協議会は次世代の充電器を日中共同で開発することを発表しました世界に5種類ある急速充電器はそれぞれプラグの形などが違い今は中国のものが87%のシェアを占めています日中を合わせると9割を超え共同開発によって 次世代の急速充電器が事実上の世界標準となります。担当者は、中国の市場は非常に大きいため、共同開発は日本にもメリットがあるとしています。